いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはイオン東北限定で2020年3月12日より数量限定で再登場したこちら、にぎわい東北スイーツセレクションより津軽りんごのカスタードアップルパイ。青森県産津軽りんごととろけるカスタードソース、こちらご紹介したいと思います。丁寧に手織りをしたパイ生地にシナモンが爽やかに香るシャクシャキの青森県産津軽りんごのプレザーブとたっぷりのカスタードソースを包み込んだ一品です。さらにこちらはトレーから出してシートを剥がして電子レンジで30秒温めるとさらに美味しくなりますという商品です。まあ、ここから温めずに食べていこうということになります。こうなっております。こういう風になっていまして、小麦、卵、乳成分、オレンジ、大豆、リンゴを使用しております。販売者はドンレミンさん、製造者はブルターニュさんですね。1個あたりカロリーは 295kcal、 炭水化物は 34.9g となっております。開けていきたいと思います。買うのは売ってるのは東北だけど、作ってるのは東京、なんか矛盾してるような気もするが、はい、こういう感じです。この表面ちょっとやっぱね、リンゴのあれでつきます。もうこのままかぶってた方が良さそうですね。いただきます。中にリンゴが入ってます。やっぱりリンゴアップルパイ特有のねシナモンの味もしますよ、うん、そしてカスタードが入ってます、うん、おいしい、これおいしいわ。シナモンの香りがよく効いてて、こしとしてこの津軽りんごのりんごつけてるこのカスタードがまあ合ってるこれはおいしいと思います。どうです、うん、ぜひね東北イオン限定でございます。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればうわた喜びます。ではじゃあね。